アルトで、ラングリルは、イベリア半島北部のカンタブリア山脈、スペインアストリアス州に位置する標高1570メートルの山。北東に位置する山体ウラリアを起点とした場合、水平距離換算17.7キロメートル、平均射度7.9%、最大射度は23%。起点から10キロメートル地点を超えるあたりから、急激な勾配箇所となり、 同地点から山頂に向かうまでの平均車度は11%から18%程度となる。特に山頂まで向かう残り約7トル地点過ぎからは平均で20%を超える勾配が待ち構え、残り約4マイル地点過ぎに23%という最大勾配地点に達する。その後も20%を超える勾配が続き、山頂付近でも15%程度の勾配と、 なっている。西側の利用さを起点とした場合、水平距離換算 12.5km、平均一パー10.1%、最大ント。五23.6%、5km 地点でこそ9.1%ほどだが、その後は急激に勾配が厳しくなり、7km 地点で22%の車度となり、その後は10%台へと緩和されるものの、 9.5km 地点で20%、10.2km 地点で21.5%、10.8km 地点のラクエーニャレスカブレスでは23.6%にも達する。その後も 11.5km 地点で21.5%、山頂直前地点でも20%という大変な勾配が待ち構えている。どちらの地点を起点としても、 大変厳しい工程となっており、ヨーロッパにおける山岳工程としては、イタリアのモンテゾンコランや、オーストリアのキッズビューエラーホルンと双壁の南区間とも言われている。クランツールとも称される、自転車競技、ロードレースのブエルター・エスパーニャでは、1999年に最初にコースに組み入れられた。2017年までに7回ゴール地点として使用されている。 ありがとうございます。